士、平野自由な世界観に迫る、平野紫耀&岸優太のコミュニティの魅力。先日、ナンバー、愛のメンバー、平野紫耀、神宮寺優太、そして岸優太が初めて3人揃ってのインスタグラムライブを披露しました。これはファンにとって待望の瞬間であり、その中で彼らが放つ自由な世界観が注目を集めました。まず、新曲、ゴートのリリースに関する感謝のコメントから始まりました。3人はリリース前にお互いに連絡を取り合い、ファンと一緒にカウントダウンを楽しんでいたことを告白。ファンからの反応に喜びを語りながら、普段は見られない裏話や舞台裏に迫りました。特に興味深い瞬間は、ファンクラブ用のデジタルマガジンの制作秘話、写真を取り下ろしたことに関して、岸と平野の天然ぶりが爆発しました。しかし、それがどういうことなのかについてのやりとりは、まるでコントのようで笑いが絶えませんでした。その後、平野がファンネームを考える一幕も、ファンからのアイデアを求め、コメント欄はアイデアが飛び交い、最終的には岸が、しっかり考えて、皆さんからいただいた名前に決定しようと思います。と宣言。これは見逃せない展開で、ファンネームの発表が楽しみですね。一方で、配信を視聴していた岩橋元気にもサプライズな呼びかけがあり、インスタライブの視聴者数は20万人に達しました。しかし、そこでも彼らのユニークな会話が光り、視聴者を楽しませました。これまでのインスタライブやメディア出演を振り返れば、岸、平野面白さが浮かび上がります。彼らは時折奇妙な発言をし、予測不能な瞬間を生み出すことで知られています。例えば、企画の趣旨を理解せずにシーンが進む場面や、発言がシンクロする不思議な瞬間など、これが彼らの魅力であり、ファンは彼らの素直でありのままの姿勢に共感を覚えることでしょう。そして、音楽やダンスのパフォーマンスではクールな一面を見せる彼ら。しかし、そのギャップが愛おしいところでもあります。完璧な一面だけではなく、日常のほんの一瞬のズレや笑いを通じて、彼らの人間味を感じることができるのです。岸、平はまさに最強のコンビであり、彼らの魅力を引き立てているのは、最大の理解者である神宮寺優太の存在です。彼が加わることで、ますます進化していく友情やコミュニケーションの輪、これからも期待が高まるばかりです。彼らの天然なエピソードはこれにとどまらない。以前のテレビ番組や企画でも、岸と平野の発言がシンクロする面白い瞬間があったり、コーヒーの味に対する感想が一致するなど、どこかで繋がっているような不思議な空気感が漂っている。一方で、歌やダンスのパフォーマンスではクールな一面を見せる彼ら。このギャップこそが、ファンを引き寄せる要因の一つなのだろう。岸、平野魅力は、ただ完璧なパフォーマンスだけでなく、ありのままの姿を見せる彼らの自然体な一面にもある。彼らのライブやインタビューを通して、ファンはアイドルとしての素顔を感じ取ることができる。ナンバー、愛の最新動向に期待しつつ、これからも彼らの魅力に触れ続けたいと思う。最後に、ナンバー、愛の初のインスタグラムライブは、笑いあり、驚きありの充実したものとなりました。彼らの活動に注目が集まる中、ファンはますます彼らの魅力に引き込まれていくことでしょう。